はい、どうも皆さんこんにちは。今回は購入品紹介をしていくんですけど、初投稿なんで、いろいろ噛んじゃったりね、なんか間違ったりすると思うんですけど、そこは見逃してください。これからはなんかいろいろ動画を上げていきたいと思うので、よろしくお願いします。主に履いてみたとかを上げたいんですけど、購入品紹介から上げていきたいと思います。何の購入品紹介っていうかというと、7月30日にライブ、浦島坂田線の、ライブがあったんですけど、それに行ってきたので、その購入品紹介をしていきたいと思います。よいしょ、カメラ、よしよいしょ、反射がすごい。買ったものは物販で並んだものしかないんですけど、あと9時しかないんですけど、物販すごい並んだんですよ。4時間も並んで、もう疲れました。ライブ前から疲れました。はい、まず最初に買ったのは、春のタゲの時でもあったんですけど、これはないか、棒の方が欲しかったんですけども、2本ぐらい売り切れで、行ったのが遅くて売り切れなくて、ペンライト1本は持ってたんですけど、2本持ちにしたいなって思ったので、こちらを買いました。これ高いんですよまあそんな300円とかはそうですけど、よいしょ、こういう感じですね。あーって減ってましたねよいしょ、どうしよう、ここに置いとくか。で、その次はですね、なんかすごいね、反射、顔見えてないかな、まあいいや。その次は、よいしょ、うらたんの、首にかけるやつ、なんていうの、タオルを買いました。これを首にかけてね、参戦してましたよ洗いましたよ、もうよいしょ。で、これで口を覆いながらね、うらたんに手を振っていましたキモ叫んでたよ、もうよいしょ、かわいいよね、これ。よいしょ、これ使わないかもな、使わないか、よいしょ、で、その次は、はい、バンダナを買いました。これは何でも使えるかなって思って買いました。ネットでもなんか買おうと思ったんですけど、やめました。で、これ最初にネットで買ってたら、リボンにして、板場とかに使えられるかなと思ったんですけど、そこまで頭が回りませんでしたね。よいしょ、かわいい、よいしょ、はい、ここでいっか。そして、物販で並んだのはここまでなんですけど、5000円分買ったら袋がもらえましたね、かわいい。これにグッズを入れるのはさすがにもったいないから入れなかったんですけど、かわいいですよね、ほんとかわいい。まだアップされない動画を、曲を流したらまずいかなと思って、一応 3曲で一応収めたいと思います。で、その次はですね、くじを引いたんですけど、私1回にかけようと思って1回引いたんですよ。で、当たったものが、推しが出てくれて、うらたんの、なんだっけ、タペストリーが、当たってくれました。かわいい、かわいいこれはもう飾るしかないですね。てか、うらたん、なんて言うんだろう、運がね、良かったです。言うて、
サイン色紙が欲しかったですね。よいしょ。かわいい。よいしょっと。で、すいません。そして銀手をね、2つ狙いました。パシって取れました。よかった。真ん中しかなんか銀テープが飛んでこなくて、取れなかったんですけど、流れてきたのをパシパシって取れましたね。それでまあ、島さんのお子なんですけど、隣の子がシマリスで取れてなかったんで、あげました。優しいでしょ。はい。まあ、こんな感じですね。いっぱい語りたいんですけど、ちょっとね、ネタバレしちゃうんで、やめときます。まあ、今回はこんな感じで終わりたいと思います。とじゃあこれからも動画上げていくのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。よいしょ。